ようございます。ワンちゃん、秋めいてきて朝窓を開けても灼熱にならなくなってきたので、日向ぼっこができるようになったんですよ。ポンちゃん、よかったね。日向ぼっこ大好き、ポンちゃんです。気持ちいいね。ジャン君、ジャン君も日向ぼっこしておいでよ。ジャン君は顎の傷がだいぶ治ってきて、エリザベスカラー取れました。どれ、もう一回見てみようか。はい。ポンちゃんどいてくれて、はい、どうぞ、はい、行っておいで、はい、気持ちいいね。はい、はい、はい、今毎日恒例生配信を終えたところですが、生配信が終わるとこうやって甘えに来るのがジャン君です。そしてその甘えに来たジャン君を見て甘えに来るのがポンちゃんです。はい、ポンちゃん、はい、ジャン君、ポンちゃん。ポンちゃんいで、ポンちゃん。さあ、パパさん、これからちょっと散歩に行きたいんだ。なんかね、9時ぐらいには雨になるそうなので、よいしょ、さっと行ってさっと帰ってくるから、ちょっと我慢してくれる？君たち2人で遊んでてくれる？顎を蹴らない程度にね。ポンちゃん、顎蹴らないでね。